国鉄祖60系貨車は、かつて、日本国有鉄道に在籍した、レール積み下ろし用ミサオエ車である。本形式は、老朽化と能力不足が目立ってきた祖5 0系の代替として、1972年から1975年に、かけて、日本車両製造で14両が製造された、レール積み下ろし用ミサオエ車である。一見、 保線用モーターカーゼンとしたスタイルで、大枠上に前くらいから機関室、運転室、旋回フレームが置かれる。機関室には、ディーゼルエンジンと液体式変速機、逆転機、交流発電機が収納されている。ディーゼルエンジンは、走行用、作業用いずれの状況でも動力源として、使用されるが、走行時は、液体式、作業時には、 電気式として制御が行われる。クレーンのブームは水平に伸縮して、左右に24.5度振ることができるのみである。扱い荷重は2.5トンで、長さ25メートルの低弱レール3本を一度に取り扱うことができる。下回りは二軸ボギー台車を2機装備し、後くらい側の台車は、ディーゼルエンジンからの動力を得る、同台車となっており、 時速 30km で自走可能である。また機関車による、牽引回送時の最高速度は、時速 75km である。使用時は、本形式2両を、背中合わせにし、その間に、長物車2両が挿入される。その際、貨車に制御回路の引き同士を設けることで、総括制御により走行や、クレーンによる、2役作業が可能である。 1980年時点の配置は次の通りで、各地のダイソー車場に2両ずつ配置されて、巡回使用されたが、1987年の国鉄分割右営化までに全車が廃車された。なお、廃車になった車両の一部は、クレーンを撤去の上、車席のない工事を、モーターカーに改造された。ありがとうございます。